続きまして、さっき通訳してくださった、寺山さんは台湾の、原住民でセデクー族にとしています、ビレード交流会の共同代表、そうですね、原住民の名前ではルビー・ワーリスという名前で、はい、美しい台湾の原住民の女性です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私の祖父は台湾の日本時代の人です。名前は奥村茂雄と言います。第二次世界大戦の時に自分の国を守ろうという強い決意を持ち、村の優秀な人たちを抑えて第5回高砂義勇隊に選ばれて南方の戦場に向かいました。戦場で砲火が激しくて食料も不足する厳しい状況の中で戦い抜き、つい帰らぬ人になりました。ニューギニア戦線で戦友抜いた祖父は今は日本の靖国神社に安らかに眠っております。去年8月に靖国神社に参拝する途中、街頭演説しているグループを見かけました。最初は何を宣伝しているのか分かりませんでした。そのため近づいてよく聞いてみると、日本の教科書問題のことで、教科書に台湾が中国の一部であるという誤った記述をする対する批判でした。当たり前でしょう。台湾はもともと中国の一部ではありません。街頭演説を今日する皆さんを熱心さ、良心、そして正義感をには私に心を打たれました。今日に一見さわつとした時代に勇敢に良心を持ってた人々に、訴えていた人たちにとっても感動しました。そして私も少しでも役立ちたいと思い、街頭演説の手伝いをし署名活動に参加するようになりました。中山先生や台湾研究フォーラムの方々を知るようになりました。私は日本に来てもう30年経ちまして、日本では最初の生活は習慣や文化、言葉に慣れるのために大変でした。その後子供を育て、現在子供たちは無事に独立しました。次の忙しい生活がやっと終わった時、ふっと気づいたのが私の母国台湾の動向で、30年前とは台湾がどんどん変わってきました。今民主化に成功し、多元文化を成し得た台湾があります。同時に国際社会の中で台湾に圧力をかけ、台湾という名前を消そうと知っている中国の姿があります。台湾は香港のように中国の一部に簡単になってしまうのでしょうか。いいえ、台湾は香港と異なり、一度たりとも中国の政治が入ったことはありません。中国は台湾への圧力は国際社会の中でも決して許されることではありません。2020年の東京オリンピックでは、ぜひとも中国と並んで台湾の名前で出場したいです。台湾という名で日本に招きましょうという活動は去年からスタートで、水島先生と中山先生、
台湾同協会の王会長の主導のもとに1ヶ月に1回2回の街頭演説や署名活動を行っております。日本人はおとなしいとよく言われますが、これらの活動では皆さんの励まし積極的な署名に本当に勇気告げられしており感謝しています。日本に観光に来た台湾の方々と在日台湾人の方々も積極的に協力してくださっています。台湾は独自の文化と伝統を持ち、古くからそこに人々が住む一つの独立した国家です。台湾クラブさんのことは力によってねじ伏せられる、こんなことが今日の世界にあってはならないことです。台湾は台湾以外の何者でもありません。ありがとうございました。はい、宮本さん、ジョディ・ワリンズさん、ミレート交流会共同代表、寺山さん、ありがとうございました。素晴らしい、お願いします。